降りましょう。やっぱりここにもいるわね。ユキさんが囚われているのは、あの巨人たちがいる向こうの交差点にあるビルよ。気をつけていきましょう。待ち合わせしていた公園だ。どうかしたの？ユキと待ち合わせしていたはずだけど、あの時初めて出会ったような気がするのはなぜかな。西あざみ公園。そうだ、確か美穂ちゃんのお姉さんが亡くなったのがこの公園の近くだと言っていたわね。そう、そのお姉さんはユキとそっくりだった。さあ行きましょう。そういや、おお、またあなた様に会えるとは。お願いです、何の力もない哀れな私たちをお救いください。どうしたんですか？私たちはこのお方に命を助けていただいたのです。このお方は巨大な影から地球を救うために使わされた救世主なのです。お願いです、私たちをあなたの信者にしてください。そうか、私はこの星を救うために現れた救世主。いいでしょう、私の信者となり崇めたて祭りなさい。救世主様、ありがとうございます。救世主様、願わくばあなた様の弟子である証をお授けくださいませんでしょうか。それがあればこの荒廃した世界を心強く過ごせると思うのです。お願いします。それでは私の弟子である証としてこれを40万円で授けて差し上げましょう。いや、40万円でございますか。大変申し訳ありませんが、私の安月給では40万円はとても恐れ多いですが、こちらと引き換えに証を授けてくださいませ。救世主様、私めにも証を。それでは私の弟子である証としてこれを40万円で授けて差し上げましょう。40万円でございますか。大変申し訳ありませんが、私の安月給では40万円はとても恐れ多いですが、こちらと引き換えに証を授けてくださいませ。私はいいわ。それよりユキさんを助けに行きましょう。
無事で良かったですね。あれから巨大なものがさらに暴れて、大勢の人が逃げ惑って、とても私たちだけじゃ誘導できませんでした。目の前で多くの人が亡くなっていきました。私何の役にも立てなかった。こんな時私一人の力なんてどうしようもないんですね。何かあったようだ。栗林君、行けるか？ダメです。私、分かった、来れたらでいいから来てくれ。ユキというよくわからない人が WP という組織に囚われているんです。助け出すのに協力してください。そんなの無理です。私が手伝ったからってどうせ役に立てません。もういや、私に話しかけないで。ここの中に WP の連中が連れ去ったユキさんがいるらしいわ。でも本当にいいの？奴らの目的はあなたの能力を兵器に利用することなんでしょ？捕まれば何をさせられるかわからないのよ。それでもユキさんを助けに行くの？とにかく彼女を助けたいんです。分かった。それじゃあ行きましょう。遅かったですね。あなたの異変を呼ぶ能力のせいで待っているのも大変でしたよ。外は大変なことになっている。それも全てあなたが元凶だ。あなたはこれからずっとその能力を背負っていくことになるんですよ。我々はそんなあなたに有意義に働いてもらいたいと言っているんです。あなたを目的の町へ送り込む。すると町は異変で崩壊する。誰の手をけなすこともない。我々はあなたを兵器としてレンタルするのです。世界中でその能力を欲しがる国や陣営はたくさんいますからね。もちろん彼女の安全も保証しますよ。どうですか？我々に協力してくださいよ。あなたたちの仲間になんかならない。彼女を離しなさい。あなたに選択肢などありませんよ。どうあっても我々に協力してもらう。しまった！あなた、いつからそこにいたの？ずっと隠れてるつもりだったんだがな。余計なことはするもんじゃないな。大塚さん！大塚か。我々のビジネスを邪魔しないでもらえないかね。
脱出用のヘリを呼んでやる。屋上に向かうぞ。お前はとにかく奴らの注意をそらせ。走れ！あなたには随分手こずらされたわ。でもこれでようやく終わりにできそうね。柏木さん、どうして？それはね、私が WP コンサルティングの代表取締役神尾玲子だからよ。私が貸したスマートフォンね、 GPS がオンになってるの。それを使ってあなたの居場所をこの彼らに教えていたのよ。この二人がヘマをしてあなたに防衛関係の官僚に現金を受け渡すのを見られてしまったのが始まりだったわ。取引先の兵器を採用してもらうためにちょっと便宜を図ってもらおうと思ってね。あの時は私の判断であなたを始末しようと思ったのだが、行く先々で異変が起こり何度も失敗した。せっかく私があなたの居場所を教えたりおびき出したりしてたのにね。でも今なら納得できるわ。あなたを取り逃がし続けたのはそのとてつもない能力のせい。あなたたちを責めることはできないわね。一緒に行動しているうちに気づいたの。あなたのいる場所にしか異変は起こらない。最初は社長何言ってんだと思ったよ。でも確かにお前のいる場所にしか異変は起こってねえからな。その能力を使えばとてつもない兵器ができる。もうそれまでの兵器が役に立たないくらいのね。それであなたを始末するのをやめ生かすことにしたの。我々 WP コンサルティングのサービスとしてね。そろそろ行きましょうか。この人たちは負傷しているからこれ以上怪我させないように捕らえなさい。抵抗すると怪我するからやめてね。足が痛くて。
すがね。あなたのことは許せませんが、助けます。ありがとう。柏木さんはヘリに向かってください。私はユキを連れて行きます。私はあなたの圧倒的な力で戦争というものを無意味なものにしたかった。弟のような悲しい出来事を起こしたくなかった。リサさん！おい待て！まだ人が残ってる！ダメだ！これ以上待つとこっちも危ない！ごめん、あなたを助けることができなかった。大丈夫だよ。
ありがとう。さようなら。教えて。私の行動や考えていたことは、私の意思ではなくて、気づかないうちにあなたに与えられていたものだったの。あなたと経験したいろいろなことも、あなたへの私の感情も、あなたから与えられたものなの。もうユキは答えてくれなかった。覚めたか。あれ、ユキは。ユキ。誰だそれ。ユキって知ってるか。いや、誰だ。私も知らないわ。ああ、知らないな。そうだ、確か彼女からブレスレットをもらっていたはず。あ、あった。ほらこれ、ユキからもらった。なんだ、腹でも減ってるのか。ほら、これでも食べときな。